アロハですということで、なんと冨安がセビージャ戦でマオブザマチ取りましたよということでですね、この喜びを皆さんに伝えたいというかシェアしたいということでね、緊急で動画撮っております。緊急すぎて、もーちゃん今このおねむの時間なのでですね、ちょっと今もーちゃんいないんですけども、ゴリマンとね一緒にやっていきたいと思います。ゴリマンよろしくね。はい、ということで今回ですね、ちょっとあまりにも緊急すぎるんで、ほとんどもう字幕なしで行かせていただきます。まあもうそもそももともとあんま字幕ないですけどね、ないチャンネルなんですけど、ちょっと今回はさらに字幕なしでちょっとやらせていただきますんで、ちょっとお聞き苦しい点があったら申し訳ございませんということで、じゃあ行ってみましょう。サルチャンネルというわけで、まずはセビージャ戦の試合の流れからちょっと見ていきたいと思うんですけども、チャンピオンズリーグ第3戦セビージャ戦っていうのはですね、レジスダービーとして行われました。ホセ・アントニオ・レジスっていう選手が04-07シーズンアーセナルに所属していたんですけども、この選手が育ったというのがセビージャのカンテラなんですね。なので、アーセナルとセビージャ、両方のチームでプレイしたということで、レジスダービーということで行われました。レジスっていうのは、まあ、もうこの世にいないんですよね。2019年、自動車事故で亡くなってしまいまして、もうこの世にはいないんですけども、こうやって、みんな忘れてないよと、追悼ダービーみたいな形で行われました。で、まあ、このチャンピオンズリーグ、セビージャ戦っていうのが、僕個人的に一番難しい、アウェーのセビージャが、まあ、勝ち点を落としても、仕方がないかなと、まあ、難しい試合になるだろうなっていう風に見てたんですけども、もうすでにね、前回のランス戦で勝ち点落としてますんで、もう季節して、これは絶対に負けられない戦いになってしまったと。そんな中行われたこのチャンピオンズリーググループステージ第3戦アウェーのセビージャ戦でした。試合前日ですね、冨安がこういった形でセビージャ戦の前日のバナーに採用されたんですけども、完全におば冨安え、こういったおばちゃんいますよね。食堂のおばちゃん、割烹着着てね、こういったおばちゃんいますけども、完全におば冨安。これもしかしてワンチャン冨安スタメンあんのかなと思いながら当日を迎えたわけなんですけども、まあ、実際この予告スタメンがその通り、スタメンになるとは限らないんで、稀にね、外すことがあるんで、公式もただ匂わせるだけで、当日その選手が出ないみたいなこともありますんでね、これどうなのかなと思って見てたんですけど、冨安、しっかりスタメンでしたと。チャンピオンズリーグでいうと前線のランス戦に続くスタメンとなっております。そしてポジションは右ではなく左サイドバックということで、右にホワイト、左にトミ、ちなみにこのチャンピオンズリーググループステージ、テタさんは決してターンオーバー用の試合とは見ておりません。その証拠に毎回ガチ目でございます。だから決してこれ本戦落とせないやつですから、初戦ランスときてこのセビージャも全部ガチ目でございますということで、冨安は決してチェンコより劣ってるからスタメンということではないんですよ。勝ちに行くぞっていうメンツ、その中に冨安がしっかり入ってるっていうことです。いや、マジでですね、前節のチェルシー戦を含めたここ最近の堅実なプレーっていうのがようやく認められたと同時に、怪我の不安もなくなり、ようやく全力でプレーできるというお墨付きが出たっていうことでしょう、おそらくね。で、先ほど言った通り冨安左サイドバックでプレーしたんですけども、ちょっとね、今回は不思議なポジションでした。まあ、ポジションというよりは不思議なフォーメーションでした。まあ、通常ライスがねボランチど真ん中に入るんですけども、そこにジョルジーニョが入って、左にライス、つまり冨安の前のポジションにライスを配置するっていう何らかの実験でした。ということで、ジョルジーニョがど真ん中に入ったということでですね、左の冨安が常時真ん中に入って偽サイドバックをやるっていうよりは、ライスと入れ替わり立ち替わり前線に顔を出して攻撃参加するっていう、なんていうんでしょうね、偽サイドハーフというか、偽ウィングみたいな感じでしたね。だからあのシティ戦の最後のゴールのイーシャンテンのパスあったじゃないですか。パーティーからのロングパスを前線で受けて落とすみたいな。あのノリのことを前半からやってたっていう感じです。その代わり、ど真ん中でタクトを振るみたいなタスクをジョルジーニョがやってたという感じですね。とはいえやっぱりですね、ジョルジーニョ試合をこなす数っていうのがまだこれまでね、少ないっていうのもあって、そこまでうまいこと、チェンコみたいな形のことはできてなかったように思うんですけども、これに関してはもう爆発を踏んでっていうことだと思いますんで、チェンコが出ないときはこういった感じの真ん中にチェンコの代わりとなるフリーになるやつを置いて、冨安は外がうまいことやってくれと、もしくは相手によってそのサイドから攻めてくるガンガン来るみたいなやつは冨安を守備戦的な感じで使うと。いずれにせよこのライスとの急増タックなんですけども、そんなにガンガン攻められることもなく、で攻撃もうまいこと回ってたし、システム的には結構ねいい感じ回ってたんじゃないでしょうか、知らんけど。おかげでですね、冨安に攻撃のチャンスっていうのもガンガン巡ってきまして、おそらく1本目のシュート冨安じゃなかったでしたっけ、ちょっと間違ってたらごめんですけど、
まあこれは惜しくもね枠外れちゃったんですけど、これを見た時に、まあ、昨シーズンのねジャカを彷彿とさせるあれを思い出しました。まあジャカは真ん中からですけど、冨安があんなとこまで上がって打ってくるんやっていうところでね、まあチェルシー戦でも、まあ、セットプレーからのヘディング1本プラスして前面からシュート打ったっていう、まあ、2発打ってますから、まあこれに関しては本当にテタさんからチャンスがあれば打ってこいと、そういった指令がねおそらく出てるんだと思いますよ。ガンガン行ってこいと、そんなお墨付きもあってか、好きあらば左でもガンガン上がっていくっていう新境地を開拓した試合だったような気がします。右にいた時は特に偽サイドバックの必要もなかったので上下動の運動体として、機能してたわけなんですけども、左のタスクっていうのはちょっと右と違って、偽サイドバックの役割っていうのがあったんで、そんなガンガン上がったり下がったりみたいなことはなかったですけど、今回それをジョルジにやらして冨安が上がったり下がったりしてたと、それをライスと一緒に交互にやってたみたいな感じではありました。だからなんかそれを見た時にもう近づいてきてると、冨安のゴールは。だから今季俺、まあ、ずっと言ってるけど開幕戦から言ってますけど、今季ね冨安1点は行くような気がしますよ。1点はどこかでバチコンと、シュートチャンスの数がもう尋常じゃないでしょ。とにかく近づいてるような気がする。で、試合なんですけども、まあ先制点もアーセナルということで、ジェスの神ターンからの裏へのパスにガビーが抜け出して、キーパー落ち着いてかわして、これガラ空きのゴールへ冷静にパスと。これがアーセナル先制点になりました。で、実は、開始7分の時に同じような形で、ジェスからのパスを受けたガビーがフリーになって飛び出して、キーパー1対1になった時に、キーパーに当たって、弾かれてしまったっていうことがあったんで、今回どうすんのかなと、また1対1になった時にどうすんのかな、また打っちゃってキーパーに当たっちゃうのかなと思ったんですけど、しっかり今回は違うアプローチでキーパーをかわしてゴールっていうことで、なんかこの試合内で、ガビーが成長を見せたという、本当に頭を使ったという感じしましたね。しかもガビーからガビー、このブラジリアン最強タッグっていうのがからガンガン得点を量産していければいいと思ってます、はい、というかね、このガビの冷静さもブリリアントだったんですけども、もうジェススのターンがね神がかってましたよ。もう神がかってた。この得点はジェススのターンありきです。そんな2点目がこのジェススでしたね。もうこの日のジェススキレッキレで、ライスからのパスを受けて左サイドからギュインと切り込んで、割と角度のないところから放ったゴールがゴールのファーに突き刺さるっていう、もはやねもう神々の遊びでございました。まあただ残念ながらその直後ですね、まあ、59分セットプレーからフェット決められて押し込まれる展開になり、さらにジェススに故障発生と。もうこれ見ていただくと分かると思うんですけど、これ絶対ハムやんね、これ絶対ハムなんですよ。試合後のテダさんのインタビューで、まだ詳しいことは分からないけれども、まあおそらくハムだろうと、まあ、詳細は検査結果を見てという話をしてますんで、ジェスようやく膝の手術終わって怪我治ったかと思ったら今度ハムということで、まあなかなかうまいこといかないですね。実際この前回にサカがハムった時もこのチャンピオンズリーグのランス戦だったんですよね。しかも同じグリーンシャツということで、これ1415サードだったかと同じ、なんか確かに1415のサードってさ全然勝てないみたいなことありましたよね。だからそれと同じで呪いのシャツとかじゃないですよねっていう風にね僕なんか思っちゃったんですけど、大丈夫ですよね。まあ、なんかこの緑着てるとハムる率が高いような気がするんですけど、まあただ緑着てなくてもハムってるから、まあなあ、ハムってるな、ハムってな。まあ、シティ戦もトロサーもハムってたしな。まあ、とにかく、ジェス、軽傷であることを願うばかりですよ。もう本当に、ただね、筋肉疲労的な感じで、ちょっと釣った感じだったらいいんですけど、ゴリゴリのハムだったら、ここからまた連戦が続く中で、ジェスの不在っていうのはめちゃめちゃでかいですから、軽傷であることを祈るばかりでございます。そして、アディショナル6分ということで、最後は、キビオルも投入して、5バック体制で穴熊と。そんな中でもスーパートムですよ。もう縦横無尽、右から左8面6匹の大活躍で全て守りきるっていう、クリアしまくるっていう、サイドエグラシオになった時もしっかり手を後ろに組んでハンドにならないように体に当ててクリアするっていうね、そこに冨安健洋という覚悟を見ましたよ。今あるじゃない、これがハンドなのかハンドじゃないのかみたいなことあるじゃないですか。もうずっとこうやってたよ冨安は、ずっとこうやってた。チャンピオンズリーグアンセムもう聞こえない、もう向こうのノイズで全く聞こえないっていう、とんでもないアウェーの中、アーセナルはこの難しい試合を完遂と 2-1 で逃げ切ることに成功いたしましたということで、このグループ B はこのような結果になりました。前回アーセナルが負けたランスと PSB が引き分けたことで、大混戦でありますが、次回ホームでセビジャに勝てば勝ち抜けほぼ確となりますと。た
ただ我々の目標はまあ一抜けでございますんで、いずれにせよですね、引き続き負けられない戦いになっております。ちなみに欧州の試合後っていうのはアウェーサポが小1時間ねスタジアムに隔離されるんですよ。ホームサポが出るまで、アウェーサポの皆さん残ってくださいという感じでね隔離されるんですよ。試合前のチャンピオンズリーグアンセムもさ、向こうのノイズで全く聞こえなかったじゃないですか。それからも分かるようにですね、欧州のアウェーってのはマジガチで異次元なんですよ。これ何回も言ってますけど、マジガチで異次元。特にアウェーサポは2階席の全く声の届かないみたいなところに隔離されるっていうのは当たり前やし、プレミアは違うんですよ。しっかりね、1階席のめちゃめちゃいい席にアウェーサポどうぞどうぞみたいな、お客さんみたいな感じでね通されたりするんですけど、全く違う。欧州はアウェーサポの前に防弾ボードがあったり、透明な防弾ボードがあったり、網があって全く試合が見えなかったりとか、まあ物投げるからね、そういうことがあるんで、これに関してはね本当に今ねアグリゲートっていうのが廃止されましたけど、アグリゲートっていうのはホームとアウェー足してアウェーでスコアを取ったらホームよりも2倍の価値がありますよみたいなね、そういうあれなんですけど、それが今廃止されちゃってるんですけど、これ復活してもらわないともう割に合いませんよこれ。もうそれも踏まえてとっとと復活してください上原さん。しないと思うけど、サルチャンネル。それにしてもですね、魔王座マッチを取った冨安ですよ。重馬場の中、そして一種異様な雰囲気の中で行われたこのセビージャ戦で、しかもチャンピオンズリーグっていう大舞台で、前回の乱戦に続きフルタイム、しかも今回アディショナルがもう計8分ぐらいありましたから、約100分守り抜いたんですよ。しかも守るだけじゃなく攻撃参加にも尽力いたしましたということで、これ本当に素晴らしい活躍でしたね。もちろん点数取った選手の方がさ目立ちますよ。ガビーとかジェスとかね、それは神々の遊びでしたよ。素晴らしい動きしてましたよ。でもガビーの1点目につながるイーシャンテのパスね、ジェスへのパスっていうのがこれ冨安のロングパスですからね。それをもちろんね受けたジェスもすごいですよ。ただそこを見逃さなかった冨安。あとはもう1点をめぐる攻防ですか、こんなの。ずっと体を張ってひたすら耐えに耐えた、ゴール前で耐えに耐えることができたっていうのは冨安のあの守備があってのことですよ。間違いな、これに関しては。だからそういったことを見てくれたサポーターがいるんだなと僕は嬉しくなりましたね。公式の投票のツイートとかのコメント欄見てると、まあ投票前のコメントね、もうこれはジェススで決まりでしょうとか、俺はライスを押すねとかね、だいたいそういった言葉の方がこう並んでたんですけど、やっぱ見てくれてる人は見てくれていたと、サイレントマジョリティの皆さんありがとうございますと、しっかり冨安があそこまで全面的に90分や100分守りきってくれたおかげで我々は今日勝てたんだと、そういったところが評価されたってのはめちゃめちゃ嬉しいですね。日本人だけの組織票じゃないですよ。そんなこと言ったらブラジルの組織票動くでしょ。で、僕が投票した時点でこんな状況でしたから、もうダントツで冨安だったんですよ。開始から1時間後ぐらいかな、夜が明けたら変わってるかなと思ったんですけど、そのまま行きました冨安っていうね。何回も言ってますけど、冨安っていうのは怪我さえしなければ最強なんですよ。怪我さえしなければ、これずっと言い続けてますけどね、僕ね、ずっと言ってるでしょ。怪我さえしなければ最強なんですよ。誰が右やって左やってセンターやってってできますかって。しかも今日のタスクなんてさ、全く今までと違うやつですよ。そんなことできる選手が今アーセナルいますか。いませんよ、いない。だから冨安は絶対必要な選手なんですよ。もちろんこの過重労働が勤務のアーセナルですよ。そんな中で冨安以上の過重労働してる選手は僕はいないと思いますね。だからこういったことを僕はね本当にずっと言い続けてるわけですが、ようやくこれがちょっと実を結びそうになっておりますと。そしてこれはあくまで僕の個人的な意見として聞いてほしいんですけども、まあ週末ねシェフィールドユナイテッド戦ありますよ、あると思うんですが、もしかしたら冨安はベンチスタートかもしれない。でもしょうがないと思う、これに関しては。なぜなら冨安今回100分ですよ、約100分ですよ。まあアディショナル前半と後半合わせたら8分ですから、約100分、守りきったわけよ、全力で。最後なんて多分足つりそうになってやってましたよ。そんな冨安、怪我明けの徐々に大事に大事に使ってきた冨安、ここでまた壊すわけにいかないって話ですよ。まあ、次はスタメン出て45分ずつチェンコとやるとかっていうのもあるかもしれないですけど、連戦で90分戦える体ではないと思います僕はね。あ、もちろん冨安自体は僕やりますと言うと思いますよ。プレミアの強度ってそんな甘いもんじゃないですか。だからこういう強度を徐々に今上げてってる最中ですから、鳴らしてってる最中ですから、それを一気にドーン上げるのは僕はまあ、ちょっと違うかなっていうのを思っていて、まあ、テタさんもね、おそらくそういう考え、もっとやってると思いますね。もし、冨安が週末シェフィールド出なかった。まあね、こういった形で結果出したらさ、もう次もスタメンですよね、もちろん、冨安。ね。
希望出るのは分かるんですよ。分かるんですけど、冨安のこと考えたら僕はもう徐々に徐々に上げていってほしいと思ってます。無理せずね、一歩一歩、ようやく段階踏んで徐々に徐々に上げていって、ようやく100分戦えるようになったんですよ。ここでまた振り出しに戻ってほしくない。戻ったらダメ。そうでしょ、さっきも言いましたけど、冨安っていうのは怪我さえなけりゃ最強なんですから。一番の敵は怪我なんですから。一番の敵は怪我。とにかく今回の100分フルタイムっていうのはまた一歩完成形に近づいた証ですから、これを振り出しに戻っちゃいけない。あのチェルシー戦の後半45分みたいな感じで徐々に徐々にね、プレミアにもフィットしていってほしいと思ってます。よくよく考えてみてくださいよ。この試合、偽サイドバックでも何でもなく、新種のポジですよ。新種のポジでプレイして、時には右、時には左、そして時にはセンターバックと、文字通りの森安メモ、左に富、右に安、なんやったら真ん中にも、竹って出てるんだから。もう本当に、アーセナルでは唯一無二の存在なんですよ、皆さん。そうでしょ。その唯一無二の存在を、これ以上、もう大事に、まあ、綿で包み込むように徐々に大きくしていって、この国宝級の真綿ですからね。真綿は真綿でも国宝級の真綿ですからね。そんな真綿をちぎっては投げしちゃダメなんですよ。徐々にそれを大きくしていって、最終的な完成形に近づいてほしいと、私一ファンながらそのように思う次第でございます。はい、ご清聴ありがとうございました。ということでね、本当にもうこれ冨安どこまで俺たちに高みを見せてくれんのかっていう話ですよ。楽しみでしかないです僕は。だからここで壊れてほしくない。もう本当あと怪我だけなんだから。怪我さえなければ、もう何回も言いますよ、怪我さえなければ最強なんだから、本当にお願いします。というわけで今回はセビジャ戦、冨安がマンオブザマッチ取りましたよと、この喜びを皆さんに伝えたくて思わず緊急で動画撮ってしまいました。ね。というわけでね、字幕なしで見づらかったかもしれませんが、ご了承いただければ幸いでございます。というわけで、カメラからスタートした。バイ。ああ、ゴリちゃんも、何も喋ってなかった、ゴリマンね。ゴリマン、何も喋ってなかった。おじこぼ。